赤井修司は日本の薬学者、学位は薬学博士、大阪大学大学院薬学研究科教授、静岡県立大学薬学部教授などを歴任した。1960年生まれ、大阪大学の薬学部製薬科学科にて薬学を学び、1982年に卒業した。その後、大阪大学の大学院に進み、 薬学研究家にて薬学を収め、1987年に博士後期課程を修了した。その際、大阪大学より薬学博士の学位を授与された。博士論文の題は、11、デオキシアントラサイクリンの合成研究。大学院修了後は、2年ほど、日本学術振興会の特別研究員として、大阪大学の薬学部に在籍した。 1989年、大阪大学の薬学部の助手として採用された。その後、大阪大学にて勤務を続けたが、一時、文部省の長期在外研究員に選ばれ、アメリカ合衆国のマサチューセッツ工科大学の科学科にて研究を行った。1998年、所属が大阪大学の薬学部から大学院の薬学、研究科に移る。2005年には、 大阪大学大学院の薬学研究科の助教授に承認した。同年、静岡県立大学に転じ薬学部の教授に就任した。薬学部では、薬科学科にて科学を通じ薬品の創出を目指す、講義を担当した。また、同大学の大学院にて、薬学研究科の教授を兼任した。2013年、再び大阪大学に戻り、 大学院の薬学研究科にて教授に就任した。ベンザイン専門は薬学であり、特に有機合成化学、酵素触媒化学、医薬品科学に関する分野を中心に研究している。特に、ベンザインについての研究が知られており、酵素を用いて、ベンザインが反応する分子の向きを制御する新たな手法を確立した。この手法により、分子の向きを制御して、 炭素同士を結合させることで炭素骨格を構築することができるようになった。この研究は大きな反響を呼び、静岡県立大学薬学部助教の井川隆史らと表した論文は学術雑誌アンゲバンテケミーにも収録された。ありがとうございます。